和三国どこですかこれ。なんかえらい綺麗な家ですけど。そうです、あのタイの高級マンションです。いや、なんか外から見ないけどなんかすごいタワマンですよね。そうなんですよ、あの、まあ、都心にある富裕層で、ね、僕ね、タイ来て、綺麗なとこあんま行ってないんで今回なんかちょっとすごいですね。そうですね、タイってね、いろんな面があって、うん、で、まあ、ここはあの、はい、いつもお世話になってる、はい、まあ、自称タイ二大怪談ライター、はあ、一人が僕 で、はい、でそしてもう一人がこちらの、はい、バンナ星人。あ、どうもバンナ星人、初めまして。初めまして、はい、まあ、初めましてと言いつつ、なんかお互いこう知ってはいるみたいな、ね、はい、感じで、そうですね、そうなんですけど、ね、感じですよね。いや、僕はなんかバンナ星人さんといえばタイの怪談とか曰くみたいな、めっちゃ詳しい人みたいなのを聞いてて、うん、で、なんか高田さんとなんか2人でなんかされてるんですか。そうなんですよ、この前5月にトークライブさせていただいて。おー、この次また4月に一応予定、はい、4月じゃないごめんなさい、10月にまた大阪でやろうかという話を今させてもらってる。10月じゃあ日本来るんですね。そうなんです、はい。あ、田中さんと。あ、田中さんと。田中さんと、はい、ですか。あの大阪の飲み屋とか、はい、めっちゃアングラの詳しいんで。ああ、そうなんですか、はい、もしあのタイミングが合えば。わかりました。はい、変なとこいっぱい連れて行けるんで、まあ、僕も大阪で変なバーやってたんで。やってたんかいどこでやってたんですか。どうやまっちゃうです。あ、もうあかんわ、ほんまのやつや。そういうことしない。これはほんまのやつや。これ勝てないですよ、ね、で、今日はなんかお二人で、はい、YouTube もそうやってるんですよ、はい、るとな。なんていう YouTube なんですか。イタイランドというねごめんなさいってな感じなんですけれども、タイに住みながら痛いって言ってもらってるんですか。そうだね、あの、もう新年に限らず、はい、もう痛いタイ人のネタ、痛いタイのニュース、そういうのを散々こう喋ってるだけっていう。ああ、まあちょっと概要欄またあの下に貼っとくんで、ね、はい、ありがとうございます。例えばポロ、じゃあちょろっとどういう話なんでしょう、痛いランの代表的な話といえば。代表的な話、そうですね、まあ、怪談とかもねさせてもらってるんですけど、うん、まあ、日常的にはなんかまた痛いなみたいな、ようあるんですよ、放送出たら、まあ、例えば、はい、僕が前話したのは、はい、この部屋でね、はい、切って、もう朝早起きするんですよ、大体5時半ぐらいに起きて、でテレビパッとつけるじゃないですか、はい、大体人がね、死んでるんですよそんなねいや、まあ、まあ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 毎日毎日なんかもうお亡くなりになっている人たちを、ね、うん、見送りながら学校に僕は働きに行くみたいな。ああ、そうです、学校学校の先生ね、はい、そうそうそう、まあ、なるほど、そういう日常の中のちょっと変わったのを紹介するっていう、まあ思いつく、そう、思いつくことをいろいろ。はい、じゃあちょっとこれ不思議大百科ですから、はい、不思議大百科見てる皆様、オカルト好きとか、はい、あの多分変わったのもすごい好きな方多いと思うんで、うんうん、なんかその変わったタイのモデルコースみたいな。そうですね、確かに YouTube の、はい、タイ の、 その旅行ブログって、はい、全部綺麗な感じなんですよ。キラキラしてるんですよ。あんなの生米の匂いする国やとみんな思ってないぐらいの綺麗な。でもタイってぶっちゃけね、すげえゴミの匂いね、しますよね。しますよね、生命の匂いが。生命の匂い、ベトナムの匂いがしますよね。じゃあなんかちょっとそういう面の、はい、タイのじゃあ観光コースもモデルコースをちょっと紹介お願いします。はいはい、じゃあ一つ目は、はい、アタヒトズショップ。ああ、やっぱりですね、まあ、出るか、うんうん、そうはな、不思議だなってとこ言ってて、はい、バンナーゼーさんね、はい、あの P のタイパンツみたいなのあったでしょ、うんうん、あれ多分アタキトさんの店だと思うんですよ。そうみたいです。ですよね。どうもそうみたいなんですよ。だからあのね、そのピーっていわれるお化けっていうんですかね、はい、お化けとか死体という意味で思うんですけど、うん、まあそのピーグッズがいっぱいある。うん、そうですね。まあオカルト好きをぜひ。本当ですね。はい、ありがとうございます。じゃあもう次は、もしかしてまだ行かれてないかもしれませんけれども、マハブッドデラ。あ、ま、はい、マハドットデラ、マハブッドデラブッドデラとしてですね、はい、そこが、まあ、タイの古典でね、うん、あのメーナークナーク夫人というね、うん、まあ、日本で言ったらお岩さんとか、もうそんな感じのもう超古典のメーナーク軌道だな、有名なんです、はい、うん、で、まあ、もう調べればすぐ出てくると思うんですけど、そのナーク夫人 の、 あの像が、そこにもうみんな、ね、毎日毎日ね、お願いしに行くんですけれども、
まあね、そこにで宝くじが当たるようにとか、はあはあ、いろんなお願いをしに行く、もう木にお願いをしに行くというお寺です。だからお寺の中にその南国人という P の祠があるという、またそれも大らしいなという。ああ、迷惑って言ったら、まあ、そのお化けって言ったら悪いけど、ちょっとその怖い存在ではある。超化けですですよね。ですよね。願い事をしに行くっていうのはなんか斬新です ね、その感じで。もともとはだから、そのなんか男性が迷惑に、うん、あの大抵徴兵制なんで、はい、でくじ引きなんですよ、はい、だそのくじに当たらないように、徴兵に行かなくて済みますようにっていうお祈りだったんです。毎月1日と16日が抽選日なんですけど、はい、聞いたところによると、その前日は、はい、あの朝まで、あの24時間そこ開放して、はい、お祈りに行く、できるようにっていう。へえ、じゃあまあすごいいい場所というか、あのね、どこ場所でもあるし、めちゃくちゃ古典怪談の、もう、ね、日本でいうところのお岩さんみたいな、はい、オカルト的なものがあると、はい、それはもうオカルトファンの人ぜひ行ってほしいということですね。 ありがとうございます、はい。3つ目はワットスタット。ワットスタットって言ったら、多分普通の観光雑誌に出てくるんじゃうかな、はい、ワットポート出てくると思います。ワットアルム、ワットスタットって、はい、っていうのはやっぱり同じ、やっぱり、あのエリアに、タイの、うん、バンコクの旧市街のエリアにあるんで、はい、いや、あれはだって全然オカルトも何も。一番有名なのは、あの寺の前にある、はい、あの赤い鳥居みたいな形の、あ、はいはいはい、ものがあるんですけど、あれはサオチンチャーっていうもので、はい、直訳すると、ブランコの柱ですよね、うんうんうん、ブランコの柱っていう意味なんです、はい、昔はそこにあの僧侶がブランコみたいにかけて、はい、まあ、船みたいな形してるブランコなんですけど、はい、それを漕いで、うん、地面とこうす、なんですか、ロープが水平になるぐらいまで漕ぐっていうのが、はい、あれ二十何メートルぐらいありますから、高さ。それで儀式やって、まあ、要は神の世界を 見に行くみたいな儀式らしいんですよね。怖すぎて高くあって、怖すぎて、一瞬で一瞬ってなって、だそれが見えるんで、そこで転落する人が多いかって転落してるじゃん、何十年、はい、でも100年ぐらい前になっちゃうんですかね、もう、はい、だいぶ前にもう禁止になって、はい、それだけ残ってる。あ、昔のビデオとかどうかで探すか、多分ですよね、出てくると思います。転落死してるんや。でそこは、はい、なぜちょっと心霊系的な話かというと、うん、そこのお寺にプレートガキっていうんですかね、ガノが現れると。でタイの場合は日本とかと違って背が高い、何十メートルまでの背が高い真っ黒いでかっ、あの人の形をしたものっていうのは、それがガキなんですか、はい、でかっ、それが出る、そのガキが、あの出るプレートが出るって言われていたのが、うん、そのワットスタートなんですよ、ね、そこ観光地なんや、はい、じゃあ、まあ、あの皆さん体力の時はワットスタートはもう普通の観光地だけど、そういう面でも行ってほしい。そうですね、うん、ありがとうございます、はい、次は4つ目です、はい、4つ目はこれはもうね、キラキラしてます、外観は。もう全然そんな、なんかもうね、階段とかとてもじゃないけど想像できないような外観なんですけど、はいはい、マハナコンビル、マハナコンビルっていうのがありまして、はい、これなんかちょっとレゴをね組み合わせたような奇抜なデザイン、はい、ビルなんですけれども、はい、そこはチョンドン市っていう駅がありまして、うん、もうそこから直結して入れるんですね、うん、ビルに。で一番上にはスカイバーとか、あー、おしゃれな感じで、はい、でもうすごい、もう何メートルですかね、多分300、完成時はタイで一番高い、高い、そうですよね。そこは要するに周りが墓地なんです、もともと。そうなんで、その土地にはもうあんまり関わるとろくなことがないと言われてる土地だったんですね。なんか日本でいうところの意味地みたいな、まあ、まさにそんな感じで、はあ、で、まあ、とあるコンドミニアムの会社を経営されてる一族がいて、はい、でその息子さんが、自分は親と独立して何か一つ大きなものを建てたって言って、はあはあ、そのバハナコンビルの建設に携わったんです、はい、ただまあいろいろ自分慣れてないのも、病室のお金もそうなって、そのまあいろんなことで金策に困って、建てたはいいもののお金が回らなくなったんですね、はい、でじゃあどっかで買い取ってもらおうというので、うん、目をつけたのがあのキングパワーっていう大きな、うん、あの免税店 の, 店の、あ、空港にある、空港にあるやつ、はいはいはい、キングパワーの社長さんが、はい、あの知り合いやし、そのコンドミニアムもね、はい、
らかわいそうだし、じゃあ自分たちがっていうのを周りはみんな止めたんです、うん、まあそこだけは絶対やめとけ、でも、まあ、でもかわいそうだしっていうのを買い取ったんですよね。でもうほんとそっからしてしばらくしてですよ、そのいろんな地震祭っていうのを何月何日にも行うって決めてて、もうそれもすごい数のお坊さんに決まってた1週間前なんですけれども、そのキングパワーってサッカーチーム持ってるんですよ、イギリスに。でそのゲームを見に行ってたんです、オーナーとして。それでゲーム終わってヘリコプターで帰るときにね、もうヘリコプターもめっちゃいいヘリコプターですよ。そうね、お金持ちですからね。原因不明で墜落してなくなっちゃったんです。あんなおしゃれなビールなの。そうなんですよ。それを思いながら、はい、スカイバーでいっぱい。コールはでもそうですね、オカルト的にはすげえいい情報ですね。いや、ありがとうございます。じゃあちょっとラスト、はい、もし、はい、あれば。ラストは、シーラー東京です、ね。ああ、もう、超見ちゃう。拍手出た。大好き。大好き。いや、シリアートは僕も行きましたよ、うん、何回か行ってまして、まあまあ確かに最近ね、日本 の, やっぱその旅行の冊子があんまり載ってないですね。あ、そうですか。昔はね、結構地球の歩き方とか載ってましたけどね、なんかそういうちょっと変わったところに行きたい向けみたいなのはあるんですけど、普通のキラキラしたやつもあんまり載ってないですね、最近。だから日本でいうところ の, その人体の不思議展っていうのを昔やってて、はい、ああ、はいはいはい、はい、僕も見に行ったことあるんですよ、多分あれ高校生とかだと思うんですけど、まあ、そう僕もそれぐらいの時来ました。ですよね、はい、でもまああれとは比較にならんぐらいの、ね、量が。あれ見ました、壺。あ、見た着いた見た。え、だからあれはその子供が火事から逃れるために入ったのか入れられたのか。いや、多分水亀の中に自分から入ったみたいな説明は。そしたらそのまま熱でそういうこと焼けたと。焼けちゃう。今多分言ってくれてるのは結構ライトなことを多分言ってくれてると思うんで、はい、またちょっとチャンネルね、もし興味がある、ディープなタイ興味ある方は、イタイランド、はい、ぜひ見てください。で、なんか本出されてるんですね。そうですね、これもう2年近く前になっちゃって、はい、ってるんですけど、おタイグルーに階段機構。ああ、いいじゃないですか、はい、これはね、アプスーさん、アプスーさん、はい、いいですよね、書いていただいたやつで、はい、全39話、タイの階段を読みながらタイを一周してみようという。ああ、最高になっておりますので、はい、はい、もしご興味ありましたら、はい、ぜひ。これアマゾンとかでも買えるんですか。はい、ああ、はい、じゃあぜひね、タイさん、タイの階段は多分もうエグいの多いと思う。そうですね。P が数もだってあれでしょ。首からズボって脊髄ごとズルズルズルって出たお化けとかでしょ。そうですね。もちろん。ダイナミックなんですよ。そうなんですね。そこまでやるかっていう。いちいち。確かに。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。